後ろを受け身始め。はい。柔道の基本は受け身である。顎を引いて背中から倒れる。投げる者がいれば投げられる者がいる。もう一度言う。柔道の基本は受け身である。次の大会はこのメンバーで臨む。よっしゃ、やったあれだめか。せっかくダイエットしたのに。はあ、これでやっと朝練から解放されるぜ。負け惜しみ言うな。なんだとこら。ほらそこ静かにしろ。6年生にとって最後のジュニア大会だ。気合を入れていくぞ。急がなきゃ。にしろハート、にしろハート。あ、のぼえちゃん、おはよう。これ作ったから。うわ、なにこれ。朝稽古に来た子供たちの食事。朝稽古？今週から朝稽古週間だって。またこの間もやってたじゃない。おばちゃんごめん、乗りとってもらっていい？え、これ火ついてないじゃないの？嘘。もしかして。催告書。5月分の請求額が未払いです。恥だ。うちの台所使えない。あ、待って、どう言わなきゃ。あ、蓋開けて、早く。あなた、ごめん、あなたすんなり入ったし。世界共通の指導はただ一つ、受け身だ。受け身、お腹すいた。すなわち投げられた時に使う技だ。投げられるということは負けることなり。しかし、これこそが柔道の精神。大切なことは、負けるということは恥ずかしいことではない。なぜなら、翔平先生。なんだ。一度家帰って学校の用意したいんですけど。もういいよいいよ。このまま学校に行けるものは朝飯食ってけ。やったー。ちゃんこ鍋ができてない？だってガスが。バカ、何やってんの。段取りが悪いんだよ、段取りが。だったらガス代払ってよ。ガス代止められたのよ、ビタって。これ払ってって言ったよね。お金も渡したよね。なんで払ってないの？何に使ったの？どうせあの子たちにジュースでも買っていい顔したんでしょ。今そんな話をしてるんじゃないだろう。その話をしてんのよ。おにぎり運ぼう。とにかくな、よし。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。何？海苔巻いてないもん。海苔巻く時間なんかないだろう。いいんだいいんだ、これでいいって。なんてことすんのよ。もううるさい、早く拾いよ。ほら、おしゃの食べさせる。え、いいから早く拾って。ほら、もう。じゃあ、いやいや、ちょっとこれ違うからね。これは違う。これ違う。ありがとうございました。おい、
よう。食べるか。どうした？おい、フミヤ、食べないのか？おい、なんなんだよあれ。やってらんない。お前、お前だからなんなのよ。お前、野菜も満足に切れないのか？急いでたの。こんなものを子供たちに食べさせる気だったのか？私だって急に30人分のちゃんこ作れって言われてパニックだったんだよ。口答えするな。口答えって。お兄さん、友恵ちゃんも大急ぎで作ったって言うんだし、これはまあご愛嬌ってことで。美子ちゃんは黙ってて。はい。いいか、二度とこんなものを人様に出そうと考えるな。はい。あれ、どっから来たのかな。ねえねえねえ、ご飯食べる？今日ね、いっぱいあるからあげるね。これは子供たちのために作ったものです。はい。落ちたんだからいいじゃない。猫が道場の方に行ったぞ。爪で畳を傷つけられたらどうするんだ。止め。自分が驚かせたんでしょ。早く行け。ここに入ったらダメですよ。お父さんに見つかったら大変なことになりますよ。そのまま、そのまま実して、そのまま、そのまま。あ、ダメ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 。朝から疲れるな。何？人が作ったもの、こんなもの、こんなものって。私の二人暮らしです。お母さんは10年前に天国に行っちゃいました。それからは私が食事、洗濯、掃除をしています。お父さんは柔道以外何にもできません。はっきり言っちゃうと疲れます。やってられません。もっと言うなら嫌いです。でも私にはお父さんには言ってない秘密があって、それは、気持ちいい。うちの大学じゃ通用しねえぞ。かっこいい。10分後にダブルス休憩。はい、はい、決めた。私望月先輩の大学にしよう。慶応一本ね。友恵もそうしようよ。私は遠くの大学。何それ。一人暮らしできるとこならどこでもいいの。
驚きよ。目的の大学があるっつうんだったらしっかりやれ。はい。厳しそう。次夏ヤギ。私帯広畜産大学、それと琉球大学。はい、または慶応です。この夏死に物狂いで頑張りたいと思ってます。はい。夏ヤギ、はい、自分の偏差値いくつか知ってんのか。予備校の夏期講習は予約したのか。いい。行け、死に物狂いになって行けな。はい。これでお前のお父さん、これ柔道家ってどんなことしてんだ。ん、その大変だ。みんなこのままじゃ何かやられちゃうよ。みんな大きな声で頑張れって応援してよ。まだ控えてんじゃねえよ。なんなのまだまだって。怪獣がヒーローを倒す気かよ。すいませんでした。私は怪獣、あなたはヒーロー。行ってみて。私は怪獣、あなたはヒーロー。もう一回。マジで。私は怪獣。なんでよりによってここで怪獣やってんのよ。もう一回。あんな父親。私は怪獣、マジで。あなた。ともえ、どこ行くのよ。ともえ、夏木くん、どうかしたの。いや、ちょっと分かんないですね。誰がいじめたのかな。時給800円ね。あんなうち帰りたくないな。高校の後輩だよね。あ、はい。今日テニス見に来てたでしょ。あ、友達がその、なんていうか、先輩のこと。あ、望月太郎。太郎でいいよ。名前なんていうの。太郎、お待たせ。悪い悪い。じゃあね。ねえ、誰なの、あの子。高校の後輩。いいな、楽しそうで。あ、ともえちゃん、おかえり。おばちゃん、今あんたのとこ行こうと思ってたとこ。これ作ったから一緒に食べようと思ってさ。お店はいいの。今日は早じまい、たまには息抜きしないと。いつもじゃん。
おかえり小池君、やっぱ兄さん強いな。はい、後ろ髪に10回すまんねえよ、この稽古やめてんから来てんのにな。そうだそうだ、前にできた道場行こうぜ。はい、行こうぜ。ふみや、怖がるな。どうした？もう一回やってみろ。翔平先生。ん？僕は強くなれるの？強くなりたいのか？なりたい。よし、教えてやる。見ておくんだ。はい。全ては受け身からだ。強い人ほど受け身が上手なんだ。それはな、人の何倍も稽古をしたからだ。わかるか？腰を上げろ。へそを見て。突き手をちゃんとついて。怖がるなよ。はい、始め。もう一回。はい。腰上げろ、腰。はい。へそ見て。突き手。はい、始め。もう一回。はい。始め。もう一回だ。はい。もう一回だ。はい。もう一回。